おはようございます。今日は日本百名山73座目潮見岳に登りに来ました。南アルプスの山に登りに来るのは久しぶりになります。潮見岳の山頂付近には小屋はあるんですけど、テント場がなくって、一人だとプライベート空間がない小屋泊はなかなか勇気が出なかったんですけど、今日は友達と登ることになったので山頂付近の潮見小屋に泊まることになりました。体力があれば潮見岳の隣にあるコウモリ岳にも行ってみたいなと思っています。それでは行ってきます。今5時なんですけど、駐車場は満車です。5時6分出発します。いやさ、ほんまに来れてよかった。私も絶望やったもん。しかも絶対分かる場所に乗り出る。そうやんな、ほんまに。だって私2周したんやで、夜の10時にないと思って。ほんまによかった。ウルトラシー、ウルトラシーよね、あそこは。ほんとほんまにそう。さっきさ、見つけて嘘やろってなった。あ、ここに通れたんやと思って。行けると思ったもん。もう南アルプスの名物で、チャリ。あ、そうなん。5時44分、登山口を出発しました。8時、山腹峠を目指しています。綺麗な小屋やな。そう、綺麗やん。めっちゃ綺麗。よいしょ。いいじゃん、いいじゃん、7時。めっちゃ順調に来たな。2時間半かかってない。着いた。7時34分。山腹峠に着きました。コースタイム3時間50分のところをなんと2時間半で登ってくれました。やった、やればできた。よいしょ。ちょっとここで休憩します。ご飯にしましょう。ご飯にしよう。でももうさ、結構もう選ぶとこないな。言ってもあと、そうだね、10晴れるかぐらいな感じ。そこか。お前な、しかもちゃんと区画割りされてるんや。多分今こいつでやからね。あ、そんとじゃないと。そうやな、もっとぎゅうぎゅうの。もっとぎゅうぎゅうやもんな。だから乗り上げてたもん。そうやな、そうやな。へえ。じゃあ本当もう この辺に貼ったりとか。やばな。この辺に貼ったりとか。もう悲惨やわ、こんなんなっちゃったら。これが烏帽子？あっちはおごうち。手前、うん、で奥に見えるのが悪さは、あ、うん、で赤石で赤石、あっちが奥が肘、まあ肘が奥があれか、うん、あれがあのうさぎ、うさぎっていうの、うん、あのさポコポコってなってんの。そう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 。あれコウモリ、コウモリ、あ、うん、遠い、こう行けそうにない。めっちゃいい天気、うん、こっちもすごい見えてる。中央も見えとるな。へえ。だって方形見えるもんね。見えてる？うん。あ、あれか、あれトンチョンってなってんな。うん、そう。ここがさ方形やろ？あれ方形やな。なん？うん。これやな、ここが南コマなんやろ？これが宇津木。これなんか。あれが宇津木。うんうんうん。そう。でコスモは？ちょっと降りてってなだらかんとか降りてって。これかな。ここってなってるやら。これかな。あ、それそれそれコスモ。うん。あそこに行くんや、今から。もう だいぶ近く見えるでしょ。見える。ここを一回降りて、あれ登って、うん、あそこの中をテテテテテテって歩いていく。あの尾根をずっと登るんやんな。そうすると、あこの辺に小屋が。え、ここめっちゃ良くない？ここめっちゃいい稜線歩きって感じ。でもあっち側もそうやね。そのあのそうやな、良さそうやな。うん、気持ちよく歩けそう。エボショウゴーチ。まあこれなら疲れ知らずで歩けんじゃん。永遠に歩ける。そして歩きやすい。うん、すごい歩きやすい。シオミいいやん。今んとこいいっていうのしかない。そう、全貌が明らかになったけど、すごいテンション上がる。これがシオミなんや。うん。9時、本谷山に着きました。コースタイム80分ですけど、1時間ぐらいで来れました。まあ目標を11時半にしようか。山頂？うん、山頂。目標は11時半に山頂です。よし、よし、こ頑張るぞ。頑張ろう。
この感じだったら多分ガスも出ないし凍らないね。嬉しい。山頂から全見えを期待する。でコウモリさんにちょっと歩いてみて。あ、コウモリちょっと。ちょっとだけな。歩みをしてみる。うん。明日天気良かったらね、朝一。行っちゃう？奇跡的に回復してたら行く。ね、うん。これはあり、あり、ありの方向で考えよっか。へえ、あれ登るんや。めっちゃ勇ましない？そうやね、ゴツゴツしてる。やんな。うん、潮見は結構ゴツゴツしてる。うん。あ、これついた、ついた。え、やったー。早い。早いな。計画通りやな。やったね。ああ、まだあんなに登るんや、でも。まだでも300ないよ。すっごい勇ましい。着いた。綺麗な小屋。10時12分、潮見小屋に着きました。受付しよう。しよう。オッケー。土足厳禁？いや、いけるっしょ。うん。こんにちは。小屋泊なんですけど。はい、してもらって、はい、入れてもらって、手を拭いて。こう？はい。で、全く消毒をしてください。はい。はい。おかけになってどうぞ。バッチどこにあるの？バッチいる。一個かわいい。どちらまで行く？潮見の山頂ですね。はい。はい。じゃあ、下山です。はい。ありますんで、そちらも使っていただいて、うん、この中に入れてもらったらですね、なるべくねじ空気を抜いてねじっていただいて、はじめに切り取った紐で、あ、縛るしっかりと縛って結んでください。中身出ないようにしていただいて、はい、でこちらなんですけど、男性を1つ、女性は3つお渡しします。3つ使っていいの？はい、それ以上必要であれば1つ200円になります。はい、わかりました。お願いいたします。大小、はい、兼用、はい、では お泊りの場所ご案内します。で、荷物棚のここにありますので、はい、で最後戻られたらサンダルも好きなものを使っていただいて構わない。あ、いいね。わかりました。え、めっちゃ個室的やな。ほんで、あ、荷物置こうか。ここ、荷物まとめて、うん、もう明日の中中はない。売ってるで。うん。まあ、まあいけるやろ。まあ、最悪三福峠で買えばいいし。うん。10時45分、いよいよ潮見岳にアタックしに行きます。山頂へ行ってきます。行ってきます。もうこっからだって左右がもうバーン見える。すごい、やったね。わ、これはいいぞ。これはいいぞ。これはいいぞ。おーおーおー。興奮すんな。いいやん、すごいな。11時になろうかっていうのに全然雲湧いてなくない？なんて素晴らしい日に来れたんやろ。で、あれが千潮音だもんね。ここを、あの、潮見からこう。ああ、そういうこと？そうそうそう、繋がってる稜線、うん、これが千潮音です。すごい。ああ、ほんまになんかすごい。向かってる感。カイコマが、見えた、カイコマ。悪さはでかっ。あー、悪さはだいぶ見えたな。荒川三山って、あれで荒川三山やからね。ここが赤いけど、そこは緑。そこから緑やもんな、うん、そうそう、ここがちょうど断層構造線よ。構造線ってやん、うん、ちょうどここですごい分かれてる。中央構造線やって。私は今境目なんや。じゃあここがちょうどあの日本のセンターよ。右はどっち？緑。東。左は西。中央構造線。日本の真ん中なん？ここは。ちょうど中央断層の。高断層のね、ここで分かれてる。すごいな。そんなん一人じゃ分からへんかった。わあ。すごいラスボスやな、ほんまに。だって入りきれへんもん、GoPro に。広角でも？うん。これがもうデーン。すごい。デーンってなってる。え、めっちゃお気に入り。わあ。そそり立ってる。ここも向こう側がはっきり見えていいね。馴染みの山たちが。馴染み、お馴染みさんたち。馴染みの人たちが。あ。近
かもなんやろ、どんどんどんってなってる、重なってるのがいいかも。馴染みが全部見える。脳トリ、愛の。北岳。北岳、朝よ。海駒。戦場。すごい。おなじみさんやな。そして。おなじみじゃないさんたち。でも悪さしか見えない、ね、こっちからだと。荒川さんしか。こんないっぱいでも見えてるのに。悪い人しか。悪い人がでかすぎるんよ。やばい、見てー、こんな大きい。壁やー。すごい。やば、でかっ。あ、すごい、ついに来た。来たな、潮来たな。来た、よかったな。めっちゃ嬉しいわ。しかもほんま天気良すぎひん。良すぎ、最高。 3000m をついに超えてきました。超えた？超えてるよ、もう。やった、久しぶり。今 3005m でございます。はい、3000超えたんや。見える？あ、見えた。もうちょっとやな、ほんまに。よいしょ。本当に南の南とここだけガスか。雲かかってないな。いいやん、ほんまにそうやな。ちょうど、あの白根山岳がブロックしてくれてる。ほんまやな、ほんまにブロックしてるよな。いや、来たよ、来たよ。来た来た。3047m へ、まずは。そっか。あ、見えたんちゃう？これが3047m。来た。来た。テンションマックス。来たー。到着でーす。イエーイ。ごぶろかして撮ったはい、到着ですわやったー、着いたー。おめでとう。何時？11時44分潮見岳、西方です。西方に着きました。西方ですね。西方ですね。西方です。西方とやった、全見え。すごい、あっちも行っちゃう。行こうか。うん。わあ、ほんまにビクトリーロードってこういうことやんな。へえ、感動。こんないい日に潮見岳のビクトリーロード歩けるなんて。小屋泊、贅沢小屋泊でな。どこ山頂？これこっちが、ここが一番高いか。ここやんな、うん、登ってみよう。登ってみよう。よいしょ、よいしょ。上には何もないんや。あ、あるやん、あるやん。こっちにあった。やったー。ここが一番高い。そこやな。ここや。11時56分。潮見岳。到着しました。やった、全見え。ここやな。なあ、あるね、それやな。あるやろ、うん、
やったお疲れ、イエーイまるでこう疲れを感じさせない感じ、感じへんかった、すごい、いいじゃないですか、めっちゃいい、こんなに全部見えるんやな、ポンコツ姉さん返上やな、イエーイ、あれが富士山です、で、ノートリだけ、アイノだけ、あれが北岳です、で、奥が朝よみね、で、あの白いのがカイコマです、その横が千畳ヶ岳で、あれがさっき言った潮見岳の西西方、西方、あれが西方です、で、くるっと回ってきて何が見えてる、悪さは、そうだね、悪さは奥に赤いしか見えるけど、あの大きいの、あの大きいの、うん、大きいのが悪さ、あれが悪さはです、大きい、あの横はもう分からへん、乾杯しましょう、はい、うーん、いやい、日本百名山73座目潮見岳到着しました、おめでとう、乾杯いただきます、滑る、ダレダレ注意やな、良きでした、うん、すごく良きでした、いやー、よかった、ナイスチョイスや、うん、すっごい、すんごい下りみたいに、すごくない、やばい、どうやって降りんのぐらいの感じこんなん登ってきたんやな、そうだね、うん、気ぃつけなくちゃ、やっと安全圏に入った、もういける、うん、ちょっとドキドキしたわ、ザレ、ザレな、岩場よりザレが怖かった、ただいま、山頂で2時間ぐらいゆっくりして山荘に戻ってきました、ただいま帰ってきました今からはビールを飲んで夕食を待つのみです、ゴロ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 、では週から、うん、潮見岳に乾杯、乾杯、まだ空気濃くなる、美味しい、Thank you.
チンまで。チンまで来ます。5時33分、朝食も食べ終わって、このガスガスなので雨が降らない間に下山できたらなと思います。お昼頃から本格的な雨になるそうです。10時頃の下山を目指しています。余裕のゴールです。ほんまやな、体力残して下山できるなんて、なんて快適な登山道やったんやろうな。ほんまにパーフェクト、 パーフェクト。よし、帰ってきた。はぁ、着いた。9時23分登山口まで降りてきました。あと20分ぐらい林道歩きが残ってます。雨にも降られず下山できました。潮見岳、もっと大変な山だと思ってたんですけど、すごい歩きやすくって、上りは5時間半、下りは4時間半ぐらいで行って帰ってこれました。で、潮見岳に行くなら山腹峠のテント場だなってずっと思ってたんですけど、今回潮見小屋に泊まってみて、小屋泊だと荷物も軽いのでだいぶ楽に歩けました。あと潮見小屋に泊まると山頂まで1時間ぐらいで行けるので、山頂でゆっくり2時間ぐらい景色を楽しんだんですけど、潮見小屋に泊まるメリットだなって思いました。あと潮見小屋はすごい快適なんですけど、寝るときにマットがちょっと硬かったのでエアマットを持っていくともっと快適に寝ることができるなって思いました。日本百名山73座目潮見岳、いい思い出で締めくくれました。もうこれよりいい潮見岳はなかなか味わえないと思うので、当分潮見岳はこの思い出で収めときたいと思います。それでは今日の動画はこれで終わりにします。ご視聴ありがとうございました。